セーリングチャンネルナビゲーターの常美です。東京2020大会セーリング競技の見どころを毎日お伝えします。セーリング競技は7月25日から8月4日までの11日間、藤沢市江ノ島ヨットハーバーで競技が行われます。セーリング競技は全部で10種目あり、日本代表選手は15名出場しています。現地で取材している平井さんからレポートが入っています。ここ江ノ島から、私バルケットマガジン編集長がレポートしたいと思います。レース前日はレース本番を想定した模擬レースが行われましたが、日本選手は短時間、軽くセーリングする程度で切り上げ、最終調整を済ませていました。大会初日は、台風の影響があって、夏の江ノ島とは違った北風が想定されています。海外選手は馴染みのない風なので、地元でトレーニングしてきた日本選手の活躍に期待したいと思います。25日に行われるレースはこちらの種目です。男子女子 RSX 級は江ノ島海面、レーザー級レーザーラジアル級は鎌倉海面で競技が行われます。先日行われた選手のオンライン記者会見から、今日出場する日本代表選手の意気込みをご覧ください。セーリング、ウィンドサーフィンを、皆さんに知っていただく、いい機会、そういった、広めるという自国開催での、責任を担っているかなと思いますので、最低でもメダルレースに、決勝の、メダルレースに出場して8位入賞をしたいと思っています。4大会チャレンジさせてもらって、でまして自国開催のオリンピックなので、もう個人的な話なんですけど、もうどうしても結果が取りたいという気持ちが強くて、やはりもう自分の中ではそこに直線に向かうっていうことを突き詰めてやってきたので、まあ、まずは東京では結果を求めて、自分への限界のチャレンジっていうところで臨みたいと思ってます。いよいよ明日25日から江ノ島を舞台にオリンピックのセーリング競技が始まります。選手たちはこの5年間大変な、もう雨の日も風の日も大変な思いをして、練習を重ねてようやくこの日を迎えることができました。史上最強と言ってもいい素晴らしい選手たちが、今回はメダルを狙って江ノ島に日の丸を掲げてくれると期待できます。応援よろしくお願いします。セーリング課のホームページにはセーリングに関する詳しい動画もたくさん上がっています。ぜひそちらもご覧ください。ナビゲーターの常美でした。